安永餅。安永餅は、粒あんの入った、細長く平らな焼き餅で、三重県桑名市の代表的銘菓。と、餅、牛の舌餅とも称された。安永餅は、稲部川に架かる、町屋橋の北側付近にある安永の街道沿いの茶屋街で、江戸時代から売っていたのが発祥とされる餅である。桑名宿を往来する旅人などに人気を博し、茶店で、または、土産物として、広く親しまれた。桑名で隠居していた松平定信が非常時の食料として安永餅を考案したという伝承がある。しかし安永餅と同形態の餅を食する文化は桑名から四日市、鈴鹿にかけて広く分布しており、創業当時の資料も残っていないため安永餅の発祥ははっきりしていない。元は丸餅であったが旅人が懐に入れやすいようにまたは、餅屋が焼きやすいように、細長い形になったという説がある。現在、安永餅の製造、販売は、長餅屋老舗創業と、安永餅本舗、柏屋の2業者によって行われている。長餅屋老舗は機械焼きによる、量産体制でなばなの里店など各所でも、販売されており、餅は、比較的柔らかい。一方の、安永餅本舗、柏屋は、昔ながらの手焼きで作っており、やや固めの餅で、焼き目の香ばしさが人気となっている。長餅屋老舗では、通常の安永餅の他に、なばなの里店限定、かつ、季節限定で、安永餅の生地になばなを混ぜ込んだ、なばな安永餅も販売されている。また両店とも、事前予約をすれば、掲示用の紅白安永餅の注文を受け付けている。安永立場にあった安永餅の店跡は現在料理旅館玉木亭の母屋として使用されており、安永餅の郷博物館として整備されている。博物館の見学には予約が必要である。建屋は1818年築で、かまど、木戸、藤棚などが往時のままの状態で保存されている。広報資料、プレスリリースなど一次資料。ありがとうございます。